どうもおはようございます。中田敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は、昨日の予想について話したいと思います。昨日はロト6とロト7、2つ予想したけど、まずロト7は2口とも、偏った数字並びにしてんけど、1口目は10番台多めに予想して、2口目は10番台なしで20番台3つ、30番台3つ予想しました。1口目10番台多く予想したのが、10番台がここ最近多く出てるからまた多く出るかなと思って予想して、2口目は10番台なしで予想してんけど、それは、10番台が全く出ない可能性もあるから、それで、10番台はやめました、2口目は。そしてロト6は、1口目は20番台なしで予想して、2口目は結構均等に予想した感じかな。一応もうこの2口で今日のロト6確認しようかなと思います。まあまだ購入できへんけど、様子見。もう30回ぐらい多分外してると思うねんけど、いやー、やっぱり口数が少なくても、やっぱり、外れの回数が多いと結構きついかな。もうそろそろ当選したいなっていう気持ちは強いねんけど、まあ、忍耐強く我慢して、継続して予想して、絶対に当選できるように、ロト6もロト7も頑張りたいと思います。今が一番、きついけど、外れがずっと続いてるから、間に当選が何回かあったらまだ気持ちは楽やねんけど、まだ、あれから当選できてないから、ロト6もロト7も、まあ、頑張って予想して、できるだけ早く当選できるように頑張りたいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。